こんにちは、ヘビです。今回は戦いの漫画というアクションゲームをやっていきます。主人公の武器は剣、それから、防御用の盾ですね。剣を B で出して盾は A で出すという感じです。今のが、ステージ1の中ボスだったので、これで前半クリアっていう感じになります。今取ったこのハートのアイテムがライフ全回復ですね。で、これ靴のアイテムなんですけども、これが垂直ジャンプの攻撃力アップです。P が攻撃力アップになってます。先より靴で攻撃力アップって言ったっけ。靴はジャンプ力アップですね。これでステージ1クリアになります。で、続いてステージ2に入っていきます。ステージ2は上からの攻撃もあるので、いろいろステージ全体を見渡しながら攻撃食らわないように通り抜けていってください。で、この P 取ってる間なんですけども、攻撃力が通常の2倍になってまして、で、これステージ4の最初の方でまたもう一個取れるんですけども、それも取ると、攻撃力が3倍になるので、ボス戦なんかで、P なしだったら、8回攻撃しないといけないんですけども、P で攻撃力3倍になってると攻撃3発で OK になるんです。この沼のところはこうやって盾を駆使して進んでいってください。で、今のステージ2のボスはそんなに難しくはないです。ステージ3の、エレベーターを降りていくっていうステージになってます。危ない。この敵リーチが長くて攻撃力が高いので要注意ですね。後半も結構難しくなってます。
よし、これでステージ3クリアですね。このステージ3の最後のボス、トロージャンっていうんですけども、結構苦手で、その距離を保つのがちょっと難しくて、一定の距離からのジャンプ攻撃っていうのが多分一番やりやすいかなと思います。まあ、あのしゃがみ連打してが、あの向こうから突っ込んでくるっていうこともあるんですけども、それ結構攻撃食らっちゃうこと多いので、あんまりおすすめはしません。でさっきの、このステージ入ってから1個目のマンホールのところで、P をもう1個取ってるんですけども、それで攻撃力3倍になってます。再戦ですね。アルマジロンって言いますこいつ。ステージ5も、ステージ3と同じような感じで、下に降りていくっていうステージになってます。ハート。よし。ヤッシですね。今のアイテムがヤッシっていうアイテムで、スコア1万点入るようになってます。ステージ6に入っていきます。ここが結構難関で、基本こうやって無視していけばいいんですけども、一回でも攻撃食らっちゃうとそこからはめられることあるので、よし、やばい、ライフ1しかない。よし、危ない、怖かった。これが、ラスボスの剣王アキレスです。よし、なんとかノーミスでクリアすることができました。最後の剣をアキレス一発食らうとダメージ4入るので、2回攻撃食らっちゃったら終わりなんですね。
なので基本当ててガードして隙見て攻撃っていう感じになります。で相手結構防御もうまいので、でこれ今エンディングの敵キャラ紹介ですね。マムシ、アイアンアーム、アルマジロン、ゴブリン、マスラ、トロジャン。ちなみにこれ、このゲーム、海外版のゲームタイトルはトロージャンになってます。キングシュリーク、これステージ6のボスですね。で剣をアキレスと、思ったよりもいかつい、顔をしています。そんなゲームでした。以上ありがとうございました。